今回は、カップラーメンでラーメン屋を開いたという、ニートの一致の話を紹介するよ。ニート Y31 歳。カップラーメンでラーメン屋を開いた結果、あのさ、ずっとニートしてたけど、カップラーメンを使ってラーメン屋を開いたんやが。カップラーメンでラーメン屋はダメやろ。くさ。それ金を払うやついないと思う。これあり？でもまあインスタントっていうか簡単な食材で出す店はあるよな。そしたらなんかカップ麺じゃなくてワイの手作りおにぎりの方が盛況でくさ。ちなみにカップラーメンは今はインスタント麺に変えた。あんまり変わらんがわ。おにぎり作ってんの？ワイの家の近くに若い会社員が働いてる場所があるんや。で、近所の人たちはその人たち向けに駐車場を貸したりしてる。で、もしかして何か商売ができるかなって思ったんや。それでカップ麺を同行しようとするのが笑える。だよな、どういうアイデアだよ。それがさ、この辺りにはスーパーとかコンビニがないんだよ。まああるにはあるけど、自転車で行く距離で、会社の昼休みに行くには遠い。だから最初はマジでカップ麺を売るだけでも喜んで買ってくれる人が現れた。つまり、お湯を入れてスーパーで買ってきたカップ麺を転売するだけで1個50円から100円の利益が出てたんだよ。ああ、店内でカップ麺を出してるのかと思った。なるほど、そのまま提供か。おにぎりとの組み合わせがありな理由がわかった。ワイでも買うかも。コンビニで買ったら結構高いから、スーパーに50円増しなら許せる。昼にカップ麺って食べたい時があるもんな。ワイなら家から持ってくけど、貧乏症だし。そやさ、そうやって家から持ってくるやつもいるだろうな。だから、毎日大量に売れるわけじゃなかったんだが、それでも、そこそこ売れてた。はい、需要に乗っかったんやな。それがきっかけで、まずはおにぎりを出すようにしたんやが、カップ麺と一緒、もしくはバラで割と売れる。これに気を良くしてさ、今はインスタント麺っていうか、安い麺を買ってきて、具がほとんどなくてもラーメンが売れてるやで。結構、簡易的な作りの店か。近くに会社があるのは大きい。どれくらい人が来るの？Y の店に来るのは物好きも含まれるけどな。昼頃にうろうろしてるリーマンはかなりいるよ。この辺りにコンビニを出したら、めちゃくちゃ人が来るんやろうな。コンビニを出すスペースがないのか。土地はあるんだけどな。そこまでも受かる想定じゃないのかも。平日は会社員がいるけど、土日祝はほとんど人がいないしな。コンビニだと土日祝だけ人がいないってのも困りそう。なるほど、じゃあ一致の店の需要は続きそうやな。一致は土日祝に店は？やってないよ。Y の店は別に土日祝に開ける必要はない。自宅の敷地の一角だから、別に維持費？土地代はかからんし。これは強い。っていうかここまで有能なのになんでニートしてるんだよ。誰かの下で働くのが無理なんや。高卒で一度働いたけど、上司と喧嘩して一日でバックレた。その後、バイトもしてみたけど今度は同い年くらいのやつと殴り合いになった。喧嘩好きな店長の店か、怖いんだが。Y は客には怒らんぞ。家族ともあまり喧嘩はしない。なんか職場だと揉めるんだよな。シャフでも働けるのか、勇気をサンクス。マジでまぐれだけどな。この店が成功していなかったら、多分Y は今もニートしてる。っていうか昼しか開けないから、今もほとんどニートだぞ。朝に準備をして、13時半には閉めてる。売る相手が決まってると、楽でいいなぁ、羨ましい。羨ましいけど真似できる気がしない。ここまで考えるの幸いには無理だよ。Y も本当にまぐれだよ。まぐれでも成功は成功やろ。実家暮らしだから今の利益でもなんとかなるけどさ、アパートで暮らしてたら生活費にならんぞ。今は実家に食費だけ入れてる。食費だけで許されるの羨ま。おにぎり作るのって結構時間かからん。朝から作って、昼に全部完成や。昼で仕事は終わりだからそれ以降は遊んで暮らしてる。まあ午前中は遊べなくなったけど土日祝はずっと休みだしな。長期連休もあるやで。めちゃくちゃ楽しそう。稼げるなら、Y もやりたい。メニューを増やす気は。おにぎりの種類くらいなら増やしてもいいかと思ってる。他は面倒だからなしやな。もうコンビニを始めろよ。確かに。コンビニは土日祝に客が来ないし高そうやから無理や。それより少しでも貯金してゲーム機でも買いたいな。その会社がある限りは安泰っぽいのがええな。そうか、やっぱりコンビニはダメか。まっまとパッパの反応は。最初は呆れてたけど、最近は別に放置やで。好きにすればって感じやな。親公認なら、長続きしそう。会社がなくなったらどうするんやろう。新しくできた会社やしちょっと詳細は伏せるけど長くありそうな種類の会社やぞ。ええなぁ、ええなぁ。意外と真面目にやっててくさ。なるほど、運が良かったなぁ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y ニート就職面接で嘘をついてしまう。空白期間何もしていないのに日雇い派遣をしていたって嘘ついちゃった。これってバレるんか？源泉徴収票もらってないでごまかせるか？大丈夫。日雇い派遣はゴミだから。ほんまか？
ネットで調べると日雇いでも源泉徴収票の提出求められるってあったから心配になったで。無理やで。ええんとちゃう？ドキドキや。親戚の農家に日雇い派遣ってごまかせば。それ言って源泉徴収されていませんでしたって言えば源泉徴収票提出イベント開始可能か？って私だから記録とかもないでおけ。いやよくそんなすぐバレる嘘ついたな。日雇い派遣なんて無職と変わらん。気にすんな。そらなら安心や。職歴詐称は普通に解雇理由になるで。バレたら一撃コロリやろな。別に日雇いなんて誰も気にしない経歴だからニートと一緒や。バレないけどなんでそんな嘘つく必要が。空白期間を埋めるための理由が欲しかったんや。職歴詐称は解雇理由になるが、そもそも日雇いしてたことなんてわざわざ調べる気要あるか。源泉徴収票出せって言われたらバレない。会社倒産して出せないと言えばいい。そんな悲しい嘘は意味はできん。捨てました、なくしました。捨てても再発行可能らしいで。じゃあ、またもらってきてで終わり。再発行する義務はないから会社がしてくれないで済むで。義務はあるから倒産というのが一番楽。発行は義務やけど再発行は義務ちゃう。保管と発行が義務なだけ。日雇いで源泉徴収もらえるん？結構前に一度だけやったことあるけどその時はもらえんかった。でも世の中絶対にもらえる仕組みになっとるらしい。農家にもならんくだらない嘘言うなら堂々と遊んでましたいう方がええやろ。それ違う企業で言ったら30分の面接が説教に変わったからつい。ガマルジが人事やってる会社だって分かってよかったやん。それ受かったんか？落ちたぜ。それで30分は草、無理そうなら引き上げて帰ってこいや。最後の方泣いたわ。途中で帰る度胸は意味はなかったわ。面接は運要素強いしダメそうなら時間使っちゃあかんで。ましてや心を痛めてまで人の話聞くことないやろ。わざわざ波風立てろとは思わんがご縁がなかったということで失礼します言うて帰ってこればええねん。空白期間聞いてるのは別の理由やから仕事内容みたいなんはどうでもええ。いかに嘘つけるかが面接やで。生活のため金稼ぎたいから働くが本当の志望動機前提期。過去に正社員云々じゃなくバイト程度の詐称くらい気にしないだろ。日額給与が9300円以上、雇用主が事業者で労働契約を結んでいる、継続勤務2ヶ月以内の日雇い契約の3つの条件が揃ったら必要になるらしいけどそれ以外は大丈夫やって。この条件なら余裕そうやな。わいも5年半ニートだったけど空白期間は嘘で固めて最後の1年間だけ本当にバイトして無事上場に就職できた。海外で働いてたことにすればええで。ほぼ同じ嘘ついたけど特に困るイベントはなかった。経験者の話は本当に助かるわ。派遣やってたけど源泉徴収票なんて捨てたわ。わいも空白期間が長いニートなんやが面接受けたバイトの職種なんや。正社員の介護や。すごいんごねえ。うまる子投げられるかもしれんし下の世話したくないんご。頑張れや。日雇いは5年前くらいから原則禁止だったろ。これマジ？3年くらい前に何回かやったことあるけど違法なんか？雇用保険、保険者証は？前職正社員でそっちのならあるで。ちゃんとしたとこなら課税証明書求めてもおかしくないけどまあ大丈夫でしょ。ドキドキや。Y2 年10ヶ月休職した末に退職したのに履歴書上では空白2ヶ月やったから面接官のこの2ヶ月は何してましたか？の質問に、会社からの離職証明を待って就活を始めましたと答え無事就職決定。Y は年末調整時に提出を求められたから派遣元に電話して取り寄せたわ。お前は嘘つくやつと働きたいか？それが答えや。嘘がバレなければそれは嘘ではない。そういう時は友達の仕事手伝ってましたと言っておいて内定出て源泉徴収票出してと言われたら、実は労働者として雇用されていたわけではないのでそういうのはないですと言えば嘘にならんし円満に済むんやけどな。勤労していたのは事実やし。それ3日早く知りたかったわ。再就職の面接を受ける時は自分が山岡丸郎になったつもりで臨め。これは胃の心からのアドバイス。心に刻むわ。一度あえて入る気もない会社の面接受けてこい。でそんな態度で面接されたら山岡丸郎張りの捨てゼリフ吐いて出てこい。世界は広いで。そんなん双方なんの得もないやろ。相手の時間奪ってまですることやない。経験値稼ぐためにモンスターを丸したことないんか？は？ワイはニートにアドバイスしてるんや。ニートにはニートの経験値稼ぎがあるんや。まともなやつは今すぐ出ていけ。まともな経験値の稼ぎ方してないからまともじゃないんじゃないですかね。君お仕事何してんの？商社の営業や。後悔はしているで。商材何扱ってるん？それ言うたらバレるかもしれにゃん。お堅い専門商社や。面接で説教してくる会社とか漏れなくクソだから気にするなよ。なんなら今からでも日雇いバイト何回かやればええ。ちょっとトラウマになりそうだったわ。今からやっても1月から今まで日雇い派遣していたのが嘘っていうのバレちゃわない？手元の源泉徴収票確認したけど労働した期間は書いてないからバレないと思うで。
それが本当なら今日登録して明日か明後日からすぐに短期派遣始めるわ。ガチやぞ。ネットで源泉徴収票の書式サンプル見てみ。なんでバレんねん。源泉徴収票うんぬんで。厳しいとこならバレるかもね。源泉徴収、離職届、退職証明書、賃金支払い台帳退職後、所得証明書、とかの提出を求められたら、登録派遣の日雇いでもそんなに求められるんか？派遣社員ならこの中で手に入れられるの源泉徴収だけやろ？適当なところ多いからそれすらないことあるし。バレるのはそういうところからじゃないんよな。親戚の店で働いててわいもこういうのなんもわからん。仲間やな。正社員は面接で説教とかあるんか？もう一生働けそうにないわ。もう10社くらい面接して初めてだからそうそうないと思うで。わい大学生バイト、手渡しやから源泉徴収とか全く知らんのやがこれあかんのか？大学生は源泉徴収料とか気にしなくて大丈夫やで。正直介護なら余裕やろ。面接もやべえやつじゃないかだけチェックしてるんだしそのくらいで内定者切るくらい人足りてるわけちゃうやろ。万が一を考えたら眠れなくなったんや。後悔先に立たずや。てか介護やめたら？きついでしょ。もともと介護なの？なんでもいいから働きたいんや。一応来週電気エンジニアの面接があるわ。ワイの周りで介護行ったやつ5分の4人が辞めとるし人のやる仕事やないと思う。そこまで言われたらなんか心配になってきたわ。ちょっと考え直してみるわ。なんで辞めたか知らんが無理になって辞めたんやろ。転職チャンスって年取るごとに狭まっていくし少し慎重になった方がええぞ。そら介護は世の中に必要な仕事でやりがいがあるとは思うけどそれお前がやらなあかんことか？なんでもいいから働くじゃなくて当事者意識もたなまた辞めちゃうで。辞めること自体悪いことじゃないけど良い職場に巡り会えた方がお前もええやろ。良い職場で働きたいけどもう面接や書類選考に疲れたんや。早く楽になりたいわ。介護に就職で楽は草。冷静に考えろや。今書類書いて面接受けるのとこの先ずっとジジババの埋まる子服のどっちが辛いんや。楽になりたくて地獄に身を落とすの相当バカだぞ。とりあえず来週の面接の結果次第でどうするか考えるわ。まあ持ちだねとしてキープして内定出たら6月から働く言うて電気エンジニアも受けような。面接対策はちゃんとしてるか？あんまりしてないけどは以前職同じ電気エンジニアだったから特に大丈夫かなって思っとるわ。自信あるならええけど、空白期間あるから確認のためにもやった方がいいと思う。ハロワで無料でできるし、前職が同じという強みがあるんやから面接で落とされるのなんてバカらしいやろ。面接に進めたということは面接次第なんやから頑張ってな。逆に嘘つかないやつのが少ないわ。でもこんな嘘つく人なんていないやろ。採用事務的には問題ないやろうけどバレたら普通にそこで働くの無理ちゃう。源泉徴収票イベント突破できたらバレることってない気がするんやけどまだあるか？バレたらアウトやけどそんなんでバレない。というか無職期間としてカウントされる。話したとき軽く流されたしそういうことなんやね。そもそも源泉徴収ってシステムいらんよな。クソめんどくせえ。でも必要なシステムなんやろね。いちいち国民全員が確定申告してきたらうざいから労働者は給与から税金を引いておいて会社の経理が処理をするというのが源泉徴収の仕組みや。なくなった方が国民のためになるがめんどくさいが一番の理由だと思う。はい？勉強になるわ。日本なんて割と適当でガバガバやから別にええやろ。でもなぜか嘘がバレてしまう社会やん。単純に親の壮絶な介護してましたって言っときゃよかったんやで。嘘でも親が不健康とは言いたくないんや。勉強してましたって嘘つけばよいのに。ワイは大学に行こう、入り直そうと思ってましたって完全な嘘ついてメーカー事務職にありつけたで。みんなこの作戦取ればよいのに。勉強してました系は資格取れなかったりしたら受けが悪そうと思って使わなかったけど後悔してるわ。介護なら大丈夫、かな？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ワイニート、大学生のふりして説明会へ。君の隣に座ってるのは学生でもなんでもないニートやで。メモ取るふりするんを。楽しそう。そんなことして何の意味があるんや？就活するふりせんと追い出されんねん。くさ、今はそれでいいけどちゃんと頑張りや。せやな、ぼちぼち仕事探すで。どうやって入ったん？マイナビからや。書類提出とかないから余裕やで。就活エアプ。説明会しかいかんからな。わいも知らん企業の内定式出てる。え、バカかこいつ。資金ニートは基礎地下のところに潜り込んでみるとええで。ついでに受けてみたらどうや。今日のは新卒オンリーやからあかんわ。わいも知らんやつの艶とか行く。さすがにそれは無理やわ。メンタル強すぎやろ。さすがに迷惑やろ。艶振る舞い目当ての古事記は日本の伝統芸能みたいなもんやぞ。わいもやわ。千円光電包んでし食って帰る。孫子の名前で行けばノーダメやし寿司千円はええな。寿司言うてもパック寿司と変わらんやん。それならスーパーで買った方が良いやん。出る意味ないやん。外出てもやることないからしゃあない。金もないしな。
わいも知らん奴の通夜とか行く。質問とかするでー。よく見せてけ。一回質問したらめっちゃ丁寧に対応されて罪悪感が生まれたで。わいはニートなのに大学内で大学生のふりしてるで。それいいな。今度近所の大学行ってみるわ。普通。別に人数多いとこなら講義受けてもバレないしな。マジで？わいが昔通ってた大学はガバガバやったで。大教室とかならどこも余裕やろ。金ないのに説明会行けるんか？そんな会場近いん。片道200円くらいやし、先輩社員さんわいとためなのに偉い。交通費無駄やんけ。追い出されるよりマシなんやろ。ちょいちょい不審者おってくさ。スーツ着て公園フラフラしててもええんやけどバレた時が怖い。夏場暑いから梅雨入りまでやね。結婚式が一番面白いぞ。確かにおもろそうやけど度胸がないわ。ニートが映るからやめて。就活意欲が映るかもしれへんからやめんぞ。大学って普通に入ってええん？行ったことないから見てみたい気がする。全然ええぞ。近所の人が普通に通り抜けたりしてたぜ。食堂も使ってええしな。安いとこ多いよ。Y の大学近所のスーパーで働いてるおばちゃんとか食堂で飯食べに来てるで。ええな。それは Y もたまにやるわ。楽しいよな。在学中は説明会なんて他品でも行きたくなかったのに不思議やね。なんかわかる。行かなきゃいけないやらなきゃいけない時はやる気でないのにどうでもええ時にやりたくなる。大学食堂のカレー食べ比べしてるやつとかおったわ。もうちょい年取るとこの遊びもできへんくなるんやな。 Y なんか37歳やけどもうできんで。30ぐらいの時に顔が信じれんぐらい老けた。 Y は20代後半になったらやめようと思ってる。もともと老け顔やから30までもたんわ。ニートって童顔なイメージあるけどそうでもない？ Y もニートの知り合いおるけど全然やな。なぜかデブか狩りの二択や。大学図書館とかも地域住民なら会員証発行してくれるで。説明会行って特典のクオカードで稼ぎまくった思い出。 Y もそれ狙いで豪雪何回か行ってるわ。豪雪は学内のしか行かなかったけど、お姉さんと近距離でお話できて楽しかったな。マイナビで適当に探しとるけどたまに募集条件に当てはまることもあって驚いたわ。実際取ってるかは知らんけど足りてないとこもあるんやね。これまだ若い時はやったりしたわ。そろそろきつい年になると思うと悲しい。この遊びやめるか真面目に職探しするかしかないやな。ニートにはおすすめの遊びや。非日常を味わえるで。はい、世の中変な楽しみ方あるんやね。参考になったわ。入学金10万円、今だけ0円。説明会行って働いてみようって思ったりはしないの？今のところはないで。なぜか働きたい気持ちになったことはないな。大変やな就活としか。まあでも何にもしないよりははるかにマシだな。何事も形からだし。え、本気で言ってる？もしかしたら労働意欲が湧く日が来るかもしれへんな。今言ってるようなところはもちろん無理やけど、個別説明会はクオカードもらえへんのがネックや。可愛いボールペンとかもらえたりするで。ええな。社名とか入ってるやつコレクションしようかな。Y の頃はマイナビみたいなんなかった気がするな。まだネットで就活って感じやなかったな。今はまずアプリって感じで入ってなる。やってないだけで Y の頃もそうやったんやろうけど。30やけどマイナビリクナビ世代やわ。7年の間に変わってんな。今だと合同企業説明会だと必ず最後にマイナビリクナビのエントリーをお願いされるレベルだな。資料にエントリー用の QR コードあったり。明日もお出かけや。なぜ働かないのか。なんでやろな。真面目に就活せえへんかったからやろか。就活生くんは隣に座ってるやつがニートかもしれへんと考えたら楽しくなるかもしれへんで。年取ったら野球部の監督のふりして球場内部散策してそう。親御さんが怖い。一気楽しそうやな。今は楽しいで。ただこの遊びともそろそろお別れやから寂しくもあるで。昔電波少年で知らんやつの結婚式行ってただ飯食う企画あったな。バレへんのか？残念ながら結婚式は呼ばれたことないから未知の領域や。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、気分転換にベランダに出たら締め出されたニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは26歳。気分転換にベランダ出たら締め出された。ちょっとまずいことになったんやが、隣町で花火をしてて音に釣られて窓を開けてベランダに出たらマッマがめっちゃ切れて締め出された。ニート生活4年目で、マッマが最近切れてたんだけど、こやないよな。わろた。この時を待ってたんやな。引きニートで、ほとんど家を出てなくてさ。久しぶりにちょっと外に出たらこれだぞ。花火見るくらいで怒ることないよな。なんなんだよ。何度も入れてくれって言ってんのに、何言ってんのかガラス越しで完全にはわからんけどマッマがめっちゃ切れてるのはわかる。何歳？26歳の大卒ニート。実はさ、就活であまり良い会社に就職できなくて、内定出たものの、入るかどうか迷ってたんだよな。
って、ネットで調べたらブラックっぽいことが書いてあって内定者懇親会とかはちゃんと言ったけどいざ入社式になったら憂鬱になってバックれた。当然、まっまとパッパは激怒したけど鬱っぽいふりして1年目はなんとか切り抜けたんや。でも2年目以降はいろいろ面倒なことになってて出てけって言われたこともあるけど、ここ最近は諦められてると思ってた。ずっとニートって暇じゃね？何して過ごしてんの？最初の頃は漫画読んだりアマプラ見たりして過ごしてた。最近はマジで暇でずっと寝てたり、たまに何時見てたり、せめて一日中ダラダラしてるのはやめろって親に言われたけど、なんか何もする気にならなくてさ。一年目は鬱のふりをしてたけど今はマジで鬱な気がする。鬱な気がする、だけだろ？一致の場合の鬱は甘え。ベランダに追い出される前に何か兆候っぽいのはなかったの？ないっていうか、そもそも最近、そんなに親と話してない。食事は5分とか10分とかめちゃくちゃ急いで食べて自分で食器を洗って、さっさと引きこもってたし、マッマもパートに出てるから昼間はほとんど喋らない。夜中と昼間、親がいない時間は部屋から出たりするけど他の時間帯は食事以外は引きこもり。部屋の隣にトイレがあるから、トイレに行くときも秒で済ませて部屋に駆け込む。ブラックが嫌だから辞めたって書いてるけど、ブラックっぽい会社じゃなかったら働いてたの？じゃあバイトじゃダメなの？ワイも大学卒業した後は働くのが嫌で憂鬱だったな。だからって4月からバックれたりはしなかったけど。考えが幼稚なんだろ。せっかく新卒ブランドで就職内定してそこに行かないってアホすぎる。3年くらい我慢して転職すればいいのに。鬱になるくらいの会社なら逃げるべきだけどそうじゃないなら3年、せめて1年働いて転職しろ。もうすでに初日からバックれた会社のことをどうこう言われても困るんだよな。実際、サイト名は出さないけど課金して口コミが見えるサイトでブラックだって書いてあったからガチだと思う。マシな部署もあるって書いてあったけど、部署の希望が通るわけじゃないから高確率でブラック確定。女子だと少しだけ優しくされるって書いてあってくさ。確かに地雷臭はあるな。ワイもその手のサイトに投稿したことあるけど、あれって辞めた時に書くことが多いんだよな。確か転職で仕事探してる時に前の会社の口コミ書くと、次の会社の口コミが無料で見れた。辞めたばっかりだから、前職のことをブラックだクソだって書き殴ったけど、今思えばそこまででもなかった、的な。それわかるな、辞めた直後は、クソ会社め。って思ってたけど、次に入った会社の方がひどくて前の会社はそこまでブラックじゃなかったと気づいた。それこそ新卒の時なんかは、ちょっとしたことでブラックって思いがちなところもあるしな。で、まだベランダにいるの？まだベランダにいる。もう22時過ぎなんやが、パッパが帰ってきたら入れてくれるかな。本当に入れてもらえるって思う？無理やろ？そういうことや。一気に気づかないふりしてパッパは部屋に入っていきそう。ベランダから締め出すって斬新だよな。今ってスマホしか持ってないの？スマホしかない。しかも T シャツに短パンで恥ずかしい。靴もベランダのサンダルだしさ。花火大会ってことは、カップルなんかがウキウキしながら帰ってくるのに、しとったら。それ一致じゃなくて Y に聞くからキンクや。26ならまだ働けるやろ。第二新卒は無理かもだけど大卒なんだろうし、それなりに頑張ればまだなんとかなるで。とりあえずハロワの年齢低い層向けのとこに行って相談してみれば？短パン、T シャツにサンダルでか？追い出されたって素直に言えばオッケー。ああ、確かにちょっと痛いかも。そろそろ自立したら？もし今日、家に入れたとしても状況が変わらない限りはまた追い出されるリスクがあるってことやぞ。だよなぁ。マッマはそろそろ限界ぽい。脅すわけじゃないけど Y の兄がニートで、そんな感じで何度か追い出したり帰ってきたりした後、本格的に追い出した。今素直に出て行った方がマッマやパッパと良好な関係を保てる説もあるよなぁ。でも財布に1円も入ってないし、そもそも財布も持ってベランダに出てないしスマホと服だけってマジでないやろ。スマホも下手したら解約されるやろうし、子供の頃は本気で泣いたら許してくれたのにな。さっき、マッマの前で泣いたら、マッマの唇が、キモいって動いた気がしてマジで全俺が泣いた。キモいは草。マルスじゃなかっただけええやん。そこって1階？ 2 階？ 2 階ならどう降りるの？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。別のスレで、高齢の長年引きこもってたニートが体格のいいおっさん2人にハイエースで運ばれたっての読んだんだけど、俺、無職だから将来が不安なんだけど、無理やり追い出されたりしたらどうなるんだろうな。旅に出よう。旅に出られる金もねえわ。素直に丸抜しかないでしょ。丸を受け入れよ。
本当に人が壊れる瞬間って感じだな。触れちゃいけないところに触れちゃったらこうなるんだ。なんだろう、頭損傷した直後の生き物の様子見たみたいな怖さあるな。高齢無職引きこもりか、働いたら負けだと思っているとか言ってた人も自衛隊入りして働いてたらしいし、そんなこともないスレガはどうなるんだろ。一生不安がってろ。それって丸沼で不安になるだけで、こんな目には合わないってわよ。応援してくれてるってこと？悪い、ちょっと何言ってんのかわかんねえ。そうだよ、就職すれば解決する悩みだぞ。就職しろ。ずっと特徴ある荒らし方してた粘着も急に消えてたし、人生に何の保険もない状態だから突然今までの生活が終わるんだよね。そんだけビビれるなら行政に電話くらいかけられるだろ。地域の引きこもり相談に電話とかメールとかして行政に頼れ。就職して36時間拘束とかされた挙句にメンタル病んで、これだから就職で解決できないんだ。申し訳ない。確かこういうの引き出し屋って言うんだっけ。随分悪辣な商売らしいけど、ニートの末路ってよくて親の丸逮捕地、ひどいと親と子が丸し合うかみたいな地獄だから、社会の必要悪ではあるんだな。じゃあもう解決できないな。ごめん、お大事に。なんなら今までの生活が終わり、寒さで丸にかけてる時も全力で応援する。頑張れ頑張れ。個人レベルの解決として悪くはないかもしれないけど、こういうのって反社のやってるタコ部屋に住まされて生活保護吸い上げられるって仕組みだから、社会的には問題なんだよな。イモゲメインソーの高齢化はよく言われるけど、その年代のニートはそろそろ生存が怪しくなってくるよな。イモゲって基地外2匹以上いるし、別個体同士で互いに反響し合って地獄が点在してるよね。ちゃんと通園してるか。相当ひどいなら小丸社年金受けられるかもしれない。NHK で8050問題取り上げられた時も阿鼻叫喚だったのを覚えてる。他人事じゃないんだな。何匹か知ってるけど反響し合ってるやつはいないと思う。実際社会不適合者っぽい嵐とかどんどん減ってるもんな。動物画像ですれ立てて意味不明な言葉連投するやつとか、同じ画像ですれ立てて同じことずっと言ってるやつとか、丸んでるのか追い出されて路頭に迷ってるのか。病院にも行ってるし今申請中だよ。正直薬ないと芋毛すらできねえ。ここで長年エシ粘着やってるやつもそろそろ荒服だろうし、こんな感じなんだろうな。就職して36時間拘束ってどんな仕事だよ。マジかよ、粘着ニート有名人じゃん。サインもらわなきゃ。阿鼻叫喚って言うなら元事務次官の息子、引きこもりの生きてたあれが親に丸された時、やたら嵐が発狂してたし、似たような環境なんじゃないかな。ならゆっくり治るまで休みな、としか言えねえ。ちゃんとやることやってて偉いじゃない。親が死んだら自分もそれまで。丸布は怖くない。ってネットで嘘吹いてたニートたちが、年月が経ってその日が近づいてるのを実感し、ようやく危機感抱いてナーバスになってるらしい。ガチで職歴なかったら生活保護一択だろうけど、それはそれで怒る人がいる不思議。でかい現場の警備なんだけど、人が足りなくて2交代の勤務をや朝夜とやってくれとかまかり通ってた。新人は逐次投入されてたけど、みんな病んでるせいで新人に丸目出して誰も残らなかったし。むしろ未来の危機感から目を背けるために発狂して暴れ回ってるんじゃ。直視できてたら未来が真っ暗なことにナーバスなんてレベルじゃいられないだろうし。気持ち自体はわからなくはないけど、野放しにして無敵の人になられるよりはマシだと思うんだよな。生ポもたまにはしゃあない。社会全体でロシアンルーレットやるわけにもいかないし。いつだったかお店のトイレとかにあるエアータオル、家に欲しいってスレで掃除全部お母さんにやらせてそうってレスがついた途端、スレがみたいな発狂スイッチ入ったやつ出てきたことあったな。安楽丸したいとか平気で言っているやつに限ってこういう状況になったら発狂するんだろうなと思う。最近見る嵐は言い任されるとスレ内のレスをコピペ連投するやつと繋ぎ替え連投だな。前よりコミュニケーション取れない嵐が増えた。ネットで暴れる力を一人で生きる力に転化できないの？コピペ嵐することによって本人は傷つかないらしいけど、気狂い度はさらに増してるなと思ってる。イモゲって感じ。嵐を叩くことに誇りを持ってそう。悪いんだけど、イモゲって何？画像のこと？さ、ネットで暴れるのなんて手指動かすだけなんだから、たくさも体力も何もいらないんだよな。だからその力があっても働けない。恥は感じるけど反省はできないとか、そりゃいずれ積むよ。嵐に優しい世界ってどこよ。言うなればやだやだって子供が話聞かなくなるのと同じだからな。幼児対抗してるわけで、そんなの続けてたらさ、ニートって精神が弱いんだな。実家暮らしはバイトでもギリなんとかなるほど金銭的に有利って知識は広まっていた方が良かったと思う。生ポか。ガチニートがいきなりお役所手続きできるとも思えないから、そうするとこういう引き出し屋に連れてかれて手続きやってもらう代わりにタコ部屋搾取になるんだろうな。生活保護の申請ちゃんとできるほどのコミュ力が残ってるといいね。役所をまともに活用できない人って結構いるんだぞ。
実際一度も働いたことない人っているのだろうか。そりゃいるだろ普通に。大学中退すらいるんだし。昨日孫にどんな名前つけるみたいなスレでも無職が暴れてたんだよな。無職とは無縁のスレで草。みんなで頑張ってちょっとずつ良くなっていこうな。意思疎通不可能に見える態度をする奴が大体全部悪いよ。年金もらって昼から飲む酒はうまいか。芋毛ってボリューム層の年齢どんなもんなんだろ。まあそやスレにこうやって書き込むやつなんてより細かく言えば狂人というか、狂人だと思われたくてやってるバカということになるけど、いろいろあって頭狂っちゃった人よりだいぶダメな存在になるな。高齢ニートって精神病院入れて落ち着いたらグルホと就労支援コースなの？芋毛はだいたい30とか40とかじゃないの？年金払ってるけどその年まで生きられるかどうか。グルホって何？かわいそう。何のために生まれてきたんだろ。いい歳して何の対価も払わず養われてる状況をよくのうのうと享受できるな。申し訳なさとかないのか。もはや牢獄なのでは？あぶれたニートたちはどこへ？ニートの丸んて身内としても恥だろうし黙って焼くんじゃないの。この手の人は我に思う気持ちはあるけど、こういうの助けたところで気になることまずないし、助けたなら最後まで面倒見ろ。と、ずうずうしく要求してくるだろうしな。ぐっふ、おじさんとタコ部屋行こうね。バイトでも良いから働いてれば親も何も言わなかったりすることも多いんだけどね。追い出される前に全国放浪の旅にでも出たら。そもそも精神病の理解のない時代の引きこもりがほとんどだろ。働けるか？どこも雇わんだろ。吉丸井を演じてるつもりの吉丸井、略して吉丸井、何の問題もないな。行政に電話かけても順序立てて説明する能力ないから結局福祉まで行けないんだよね。こういうタイプって。福祉で救えないなら公共の害にしかならんしネット環境を取り上げてほしい。悩みは尽きないよ。どんな成功してても将来こうなる。俺も生活保護もらいたいよ。でも実家暮らしなんだよな。高齢化が進むと高齢者福祉にどんどんお金がかかってくるし、まだ働ける年齢のニートに福祉が割けるお金はどんどん少なくなっていきそうだよね。ハロワイって介護職にでもついて働けかすとしか言いようがない。生活保護年々取りづらくなってるのにあの難関をニートが通れると思わないな。言っておくけど介護職って大変だぞ。ニートが務まる仕事じゃない。介護はニートみたいな何の経歴もないカスでも就職できる数少ない選択肢の一つなんだから襟好みせず死に物狂いで働けや。無理ならもう土にでもなれ。現実見たくなくて発狂したふりしてるだけのアホと、部分的に狂ってて会話が成立しそうでいまいち噛み合わない人がいるけど、ガチで狂っちゃってるとそもそもネットとかしてても自己主張ばかりで会話するつもりがなかったりコミュニケーションができないよな。ニートに介護しろって言うけどさ、介護が必要な人に迷惑かかるだろ。それこそ看板持って一日立ってるだけの仕事の方が向いてるだろ。確かにニートとか ADHD のやつに介護されたらこっちの身が持たないよな。金払ってんだし。介護職は単純に主婦でもきついぞ。家事もできない料理も作れんニートができるとは思えん。無職からネット取り上げる法律できねえかな。それしたらニートが職探しできなくなるじゃん。どうせネット環境があっても探さないだろ。こういう謎の法律を期待する人って誰が取り締まりやってくれると思ってんだろ。どうするんだお前ら。いい加減後がないの分かっているのか。仕事始めて自己肯定感高めたら人間少しは改善できるもんだよ。暇で空虚だけど焦燥感に駆られる地獄みたいな時間を延々と過ごしてたらどんな人間でも性根がねじ曲がるよ。責任感がない人間はダメだね。長文オツ。スレの落ちる間際に荒らしに来たのか。働けなくなったスレと違って働かない奴が多いスレだな。一人でやってるのかもしれんが。親が丸んでも年金は受給し続けるのは大体これ。無理に仕事しろとまでは言わないけど、せめて親とか家族により迷惑をかけるようなことや、現実逃避して不特定多数のネット住民相手に攻撃的になったりするのはやめなよって思う。他者の迷惑以前に自分のためにならない。就労って別にマイナスなイメージないんだけどな。本当に病んだならまだしもさ、頑張ってみなよ。俺は生活保護と小丸者年金で丸沼で国の面倒になるぜ。頼んだぞ、納税者。あと5年もしたらここも静かになるだろう。自分の至らなさへの現実逃避と再現のない承認欲求が合わさると匿名掲示板の粘着嵐が誕生するぞ。どうでもいいけど仮想の人物に固くして自己反省してるの結構いません。マジで親が丸んだらどうなるんだろうね、ここの嵐って。俺はネットで昔暴れてたけど原因は精神病だったよ。薬飲んだら暴れなくなった。なんか悲惨だな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。無職引きこもりだけどさ、
これからどうしようか。同じような人探したいのはわかるけど、もう日やってる人減ったんだよ。だからすれば少ない方がいいと思うよ。もう3ヶ月働いてない貯金を切り崩しながらの生活。さすがにゼロになるまではサボらないけど、ギリギリまで動き出せない予感。何のスキルもねえし、ラノベでも書こうかと思っている。最近風呂入るのがめんどくさくなってる。一応入ってるが、一度入ると今度は3時間ぐらい入ってしまう。それは統合失調症だよ。考える力が低下してるから行動が鈍くなる。病院行っとこう。マジか、糖質なのか。糖質って幻覚とかそれ系かと思ってた。自己診断で勝手に打つかと思ってたわ。普通に5時間以上入ってる時あるからな。湯もすげえ冷たくなってる。もう20年ぐらいほっといたので、それが当たり前の状態になってしまった。ちょっと前まで頑張って働いてたんだが。まあ、うつでも考える力が落ちることはあるけど、どっちにしても専門医に見てもらった方がいいよ。もうどうしたらいいかわからない。風呂入るのが億劫で2ヶ月ぶりに入ったら、こすっても驚くほど赤が出て排水管が詰まった。お風呂入らず1週間突破した。お風呂が問題。お風呂入るのが億劫。臭いやつが多いんだな。シャワーも無理なんですか。仕事を辞めるやつは結局続かないんだよ。これまで勉強できても、隠れ発達症丸とかだと仕事続かない。引きこもるようなやつは何か病気持ってるから、治療や支援を受けなきゃトンネルを抜けられない。バイトならすぐ見つかるけど、30手前になったら正直迷いはあるな。正社員か、バイト掛け持ちの二択かで。仕事を見つけようにも電話がないし、あったとしても入力欄を埋めることで力尽きる。乗り越えても面接時刻に起きたりするし、明るい未来が全く見えない。18から引きこもり出して気づいたら10年経ってた。何も変わってない。老けただけ。もう何もかも終わりだな。まだまだ若いぜ。さらに10年経てばわかる。可能性はまだ開かれてるよ。関係ないよ。まだ若いはいくつになっても逃げる口実になるだけ。10年後もまた同じこと言って変わらない。35になるとさすがに年齢の壁を感じるよ。同級生は結婚して課長とかになってるのに、自分はと思わざるを得ない。だからまだ若いから大丈夫なんて言葉は無責任だ。まだ大丈夫から急にもう手遅れになる。大丈夫というのは、チャンスがあるからさっさと社会復帰しろという意味で、まだ安心して遊んでいいぞという意味じゃないだろ。無理。まともな会社は新卒じゃないと厳しい。あと20代とか言うが、25過ぎるときつい。そうなんだよね。アラサーになると世間から見ればまだ若いが、就職的には厳しい。チャンスなんてないでしょ。一体何のチャンスだい。もう生きていく気力がないんだけど、丸の勇気もない。バイトか作業所。精神症丸者として生きていく。一般人が一切弱音も吐かず、人にも当たらない強靭な人たちであったら、また恵まれていない人ばかりだったら、奴らの言うことを聞き自分を恥じたかもしれない。だがそうではない。実にふざけた話である。日本でナマポもらえるやつが1000万近くいるらしいじゃん。ナマポとかすごいハードル高そうで、もらえる人逆にすごいなと思う。無駄に兄弟多くて両親生きてるのが邪魔だわ。中年フリーターについての記事読むだけで恐怖と恥ずかしさで顔から汗出てくる。おかしいね、無職なのに。子供の頃から土方は底辺みたいな思考を植え付けられてしまったせいか、派遣とかできずにニートしてるわ。お父さんごめんなさい。宝くじ当たってくれ。ビップで恣意的に当たらないように数字コントロールしてるってわかっただろ。買うだけ無駄だぞ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、持ち物を少しずつ処分されている、ニートの一致の話を紹介するよ。ニートは43歳。Y のものが日に日に減ってるんやが、先週気づいたんだけどさ、なんか Y の子供部屋から物が少しずつ消えてる気がする。っていうか子供部屋だけじゃなくて、家中の Y の物が消えてる気がするんだが。追い出しかな、おめでとう。断捨離してくれてるんじゃね？感謝しろよ。次に消えるのは、一致だな。掃除しないからじゃね。掃除するほど散らかってない。ずっとニートしてるから新しく物も買ってないし。ニートの物なら捨てられてもしゃあない。大事な物を捨てられたの？毎日のように使ってる物は今のところ捨てられてない。あと服も捨てられてないっぽい。じゃあいいじゃん。具体的に何を捨てられてるんだよ。たまたまこの前、散歩しようと外に出たんだけどさ、家の前のゴミ袋の中に、Y の学生時代の物が入ってた。卒アルとか、コレクションしてた物とか、いろいろ。学生時代の物ならええやん。まっまこれ見てると、イライラするのよ。まあ学生時代のものだけなら別にいいんだけどさ、だんだんと最近のものまで捨てられ始めたんだよ。気になって毎週、ゴミの日にこそっと確認し始めたんだけど、毎回ゴミの日のたびに Y の私物が捨てられてるっぽい。大掃除してるだけじゃないのか。戸建てで余ってる部屋もあるし、急にこんなに捨てる必要ないだろ。夜逃げじゃねえの。
Y がニートだから食費がどうとか文句は言ってたけど、借金とかはないと思う。急によ逃げとかないだろ。やっぱり一致を追い出す準備だな。言わせんなよ。その可能性を否定できないから怖い。まあニートに物は必要ない。逆に荷物が少ない方が、何かあった時に、すぐに家を出れるじゃん。ニートだし、親に黙って家を出るとかそういう場面はないと思うんだけどな。思い入れがそこまでないものでもどんどん減らされる時になる。マッマに聞いてみればいいんじゃない？なんで捨てる？って。聞いたら終わりな気がする。マッマ次はあなたよ、イッチ、笑顔。売れそうなものとかも捨てられてるのか。昔読んでた漫画もなくなったけど、それはゴミの中で見なかった。売れそうなものは、マッマが売りに行ってるのかもしれん。自分で処分するの面倒だし、親が処分してくれるならありがたいけどな。一致ごと捨てられる前に働いた方がいいんじゃね？捨てられるのは怖いけど働けないまま40代になった。一週間くらいやる気になってもすぐやる気をなくすんだよな。働かないと暮らせないっていう危機感が足りない気がする。そのうち今使ってるものも捨てられるんじゃね？今日もゴミの日だったから今、散歩のふりしてみてきたんだけどさ。今まで、服は捨てられてなかったのに冬服の一部を捨てられて涙目。やっぱり最後は一致以外、何も残らなさそう。一致も含めて、だろ。古いのを捨てられただけじゃなくて、普通にちょっと前まで着てたものまでゴミ袋に入ってた。親はそんなに気軽に一致の部屋に入れるのか。子供部屋の他に、家族で使ってる物置部屋みたいなのがあるんだよ。そこに服とか、昔使ってたものとかが片付けてある。そこからだんだん物が捨てられてる。じゃあ子供部屋の物は無事なのか。最初は無事だったんだけどさ、だんだんと子供部屋の物も捨てられてるっぽい。風呂に入ってる時とか、注意して見渡すと物が減ってる。明らかにもう一致を追い出すぞってことなのに、危機感がなくてくさ。本当に自分一人だけになるまで焦らなさそうだよな。親になんで捨てるんだって言った方がややこしいことになりそうだからな。それに捨てるなよって言っても無視して捨てられそう。それなら気づかないふりでいいわ。そこまで家で人権ないのによく耐えられるな。ニートは暇だから適正が必要って言うけど、家族から邪魔にされるのも含めて我慢するのきつそう。ニートに誰でもなれるわけじゃないってのは確かにそうだろうな。最初は親に文句を言われていちいち言い返したりしてた。最近は、何を言われても適当に流すのが一番って悟ったわ。そしてますます働けなくなるのか。親としては何が正解なんだろう。わからんから、とりあえず物捨てるか。って感じじゃね、知らんけど。最後はニートをゴミ袋に入れて放り出してほしい。それは犯罪。でも親が手を下さない限りずっとニートが家にいるんだよな。やっぱり食事に何か混ぜるしか。なんか感覚とか麻痺してそう。自分なら、私物を捨てられたら怒るし。怒って、その場は乗り切っても、どうせまた捨てられるだけだしな。諦めてる。自分にはニートは無理そうだなと思った。ニートとナマポ生活とどっちがマシなんだろうか。ナマポだと物を捨てられることはないと思う。どっちみっち好きなものを買えないなら生きてる意味がない。無趣味じゃないとニートもナマポもきつそうだな。物を少しずつ捨てられるのはしんどそう。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。Y ニートが働かなくても社会が回ってるから Y は働かなくてよい模様。一理ある。金あるならね。今の日本じゃ無理やり仕事を作り出す、騙す、とかしないと金稼げなくね。そんな仕事して金稼ぐぐらいならニートするわ。家余ってます、食料捨ててます。の日本で Y が働く意味とは、国やなくて一致個人として経済的余裕があるのかという話。今の日本じゃ人を騙すか特権階級になるかしないと金稼げないから、Y が経済的に豊かになろうとしても無理。会話になってない。一致が国にたかることなく暮らしていけるならニートでええんやないって話やぞ。たかるの意味がわからない。じゃあ一人で無人島で暮らせばええやん。お前は、ナマポとかなく暮らせるならニートでええってことや。金あるなら働く必要ないでしょ。消費してるから社会参加してるし。金は親の金や。これな、ライフスタイルの多様性のためにニート頑張るわ。働いてるやつのほとんどは邪魔してるだけ。これだよな、無理やり仕事を作り出す。なくても良い仕事を無理やりやる。そういうことを積み重ねないと金は稼げない。マッマには一致しかいないもんな。社会は困らんかもしれんけど働いたら親は喜ぶよ。それはそうかもしれん。消費者としての役割は果たしてるからな。働いている人たちが社会のために働いているとでも？先に書かれた。社会と個人は実質関係ない。僕もニート。ごめんね。親が搾取され続ける。お前が生まれた時に親は嬉しかっただろうに。ワイもボンボンニートやわ。家金あるから基本働いてない。働けるのに働かないって表現なんなんだよ。じゃあお前がそいつら全員雇えよ。毎日会社に来るとかは働く能力なんだよ。それができんってことは働けないってこと。キモすぎ、おとなしく働けよ。
ニートって身内の冠婚葬祭とか親族で集まるような時ってどうしてんの？ガチのボンボンニートはパッパ系列の会社に席だけを貸せてもらうから身分とか何も問題なしんぐ。何でも用意してくれ、道を作ってくれっていつまで小学生気分なんやこういうカス。まあ無理は良くないしね。叩いてる人は一致や長期ニートが健常者だと思ってるでしょ？実際は境界知能か精神系の小丸があると思うよ。社会に適合する難易度高いし生ポス進めるわ。ワイニートは遊ぶ金尽きたし仕方ないから仕事見つけたわ。一致は誰ともまともな会話成り立ってないから、どっちにせよ企業に入られへんし働かれへんやろ。まともに会話してないの君らの方だろ。結論ありきの感情論。生ポダメ。って。みんなが一致と同じ思考で生ポで暮らそうと考えたらその財源どうするんや。一致は親からはなんて言われてるんだ？何も言われん。みんな、一致のレス見たらわかるよね？彼は境界知能の可能性がある。お金というあらゆるものを交換する姿勢なしじゃ、いくら資源が余ってても手に入らないことすらわからない。確かに生ポがあるけど、それに頼らないなら働くなりで稼ぐしかないことを理解できてない。作業所でいいやん。小丸年金プラス作業所ならまあそこそこお金もらえるから確かに良い選択肢だよね。むしろ無能は家にいた方が世のためになるからな。なんか話が噛み合わないな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートが履歴書書くねんけど、志望動機考えんの面倒いから代わりに書いてってや。ちなスーパーのバイトや。ワイニートはお金を貯めて世界征服したいです。真面目に考えれ。夢を語るのは大事やで。ちなちな今日中に電話かかってくるらしい。面談日決めんねんて。そろそろ真面目に働かねばと思い応募しました。やっぱそういうんがええんかな。自分でもこのレベルの店なら問題なくできると思ったからです。労働を通じて社会の一員となりまともな社会人となりたいから。このまま書いたらええで。バイトから正社員になれたらよいな。和を雇え、これは命令だ。とりあえずそこのお店褒めて毎日出れますよ言ってれば受かるんじゃ。スーパーなら受かりそうだと思いました。あと最後に無遅刻無欠勤で頑張りますって加えたい。無遅刻無欠席なのは当たり前だからな。市役所のおじさんが効果欠って前に言ってたから。スーパーくらいならニートの愛でもちょろいと思ったから。あと正社員登用あるなら正社員登用があるからってのも書いていいと思う。ハロワの求人票に書いてることか？わからんけど書いてる場合もあるやろ。就職情報誌とかなら書いてたりするし。それに職案の係員の人に聞いたらその場で電話して聞いてくれるで。真面目に考えてくれ。何歳？23歳。その年なら見た目がよっぽどでもない限り何もせんでも受かるやろ。友達曰く中の上らしい。ワイワゲの上くらいやと思ってるけど。あとそう言って受けた清掃のバイトは落ちたぞ。正社員登用ってバイトから正社員になれるってこと？バイトでも働きが良かったらこいつ正社員にして確保しとこうって制度やぞ。クソ無能で性格悪い奴はそのまま辞めるに任せる。機械からとかで大丈夫だぞ。空白期間はデタラメ書くと最近はマイナンバーとかでバレるんかな。1年前以上なら工場とか倉庫ピッキングとか書いとけばいいだろ。地下バイト探すためにハロワ行く奴おるんやな。同い年やん。大学出たんか？中卒ですが何か。無遅刻無欠席じゃ弱いから24時間365日働きますの方がええで。コンビニで草。パッパとマッマに親孝行したいから。その嘘だけは絶対したくない。スーパーも店長クラスになれば年収500くらいいくらしいから頑張れ。野心はないです。電話まだかな。緊張する。どの職種に行くつもりなんや。スーパーの品出しとかレジらしい。レジ自信ないから品出しオンリーがええけど。品出し？ワイはええから近いからです。それだけですって書いたら受かったよ。友達は面接の最初にいつから入れる？って言われたらしい。なら余裕やん。一致も受かるんやないか。友達は中卒ニートちゃうぞ。現役大学生様やぞ。いつかは正社員になるんやろ。当面は小遣いだけ欲し。あかん、また熱出てきたかも。前の面接の時も熱出たからな。清掃で落ちるってどんな人間や。中卒コミュ障引きこもりニートなんだよな。清潔感がないんやろ。電話来た。とりあえず日雇いバイトから始めたらええんちゃう？あそこはほんまに人選ばんで。電話で今何してるかって聞かれてニートですって答えてもうた。電話で年齢とか祝日いけるかとか聞かれたけど脈ありかな。お、確定演出やな。マジか？嬉しい。アホか、バカ正直に高校中退なんて書いてるのか？卒業しといていいんだぞ。だって市役所のおっさんが正直に書けって。後からバレたら大変やって。正直に書いていいで。受かるとええな。若いしスーパーは受かるだろ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ワイニート、働きたくないけど金が欲しい。金だけくれ。無理です。労働なんてクソくらいや。1000万落ちてないかな。働けよ。あげない。
いやいや、Y を見つけたら1万やるで。金は何に使うつもり？お前らアホらしくないんか。毎日汗水垂らして稼いだ金も家賃で消えるんやろ。なら家主になるしかないやろ。趣味に使える金なんてほんのちょっとや。働くことは素晴らしいとかいうやつは一生ボランティア活動しとけや。生きるだけなら食いもんあれば収入なくてもいける。何か他のことに金を使いたいんやろ。せや、そのためにお前らは働いとるんや。水道とか電気とかガス代払うために毎日働いてるわけちゃうんや。こんなクソみたいな世の中は働きたい人が働いて働きたくない人は丸んでた。昔はそういう世界だったんやで。つまり働かない人もなんだかんだで生きられるんがあかんのやね。どう考えても理不尽やわ。自然淘汰やぞ。劣等種が丸む。それだけを続けてきたのが生き物。働け働けうるさいねん。ほんま働くかどうかはワイが決めるんじゃアホ。年金もらってるやつはどうやねん。あいつらニートと変わらんやんけ。一致のこともわからないでもないわ。働くことが素晴らしいことならあいつらも丸沼で働かせろや。もしかして一致社畜か。ほんまは誰も働きたくないんやろ。かなり病んでるように見えるんやけど。働きたくないなら働きたくないでええやんけ。周りがなんやねんこのタコ。自分の問題やろが自分で決めろやこのタコ。みんな仕方なく働いてるんだよな。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。ニートだけど親に何か起用しろと言われてる。パン職人。あまり良くはないな。今のところ何浮かんでる？できそうなやつ。日本の伝統的なものをやりたいなと。できそうなもので言うとなんか食材の生産者になりたいね。地域の特産品とかライバル多すぎるからやめとけ。お前の地域にないものをやれ。動画制作職人。風船パンや。起用を勧められてる理由は？遊んでる土地があるからとか？税金対策？そもそも親の事業を告げるかかなり怪しいから税金対策には微妙そう。まあ両方親のもんにしちゃえばいいか。土地あっても見せ立てるとなると費用がかさむぞ。キッチンカー置いて営業とかのが良さそう。なんか知らんが唐揚げが浮かんできた。賃料かからんなら何でもできるっしょ。とりあえず食い物屋でも雑貨屋でも家賃払ってまでは絶対しないけど。花火職人。ニートの妄想すれかな。居抜きで寿司屋とかできるもんかな。唐揚げとかそこら中にあるから。アスキーアート職人。そや働きもせずに偉そうなこと言ってたらそうなるわな。実家が太いことだけは羨ましいわ。引き続きニート関連のスレを紹介するよ。35歳独身友達ゼロ無職生ポ職歴バイト中卒。ここから立て直したい。人並みになりたい。どうしよう。あとうつ病で精神科が良いです。今から大学行っても意味あるのかな。35とか赤ちゃんかよ。頑張れ。暴走トラックに特攻して来世にかけるのが最も勝率が高い。頑張りたいけど何を頑張っていいのかわからん。今考えてるのは公認取って大学行く。でも意味ないんかな。一人暮らし？このまま人生終わるのやばい。勉強して資格取ろう。35歳から資格取って就職に役立てられるものあるのかな。独占資格？ってのがいいみたいだけど、正確には今から勉強するから36以降の取得か。まずここからされ。貯金は？何がやばいの？そもそも人生に意味なんてないぞ。少しでも興味ある仕事に役立ちそうな資格がいいんじゃない？貯金はなし。西成日雇いなら日雇い仕事につけるが一般的な仕事は不可能。ハローワーク職員と話せ。どうすんの？それ、社会とのつながりが欲しい？大学よりも資格の方が現実的なのかな？来世にかける方が早い。こういうやつ知り合いにいるけど面倒くさいんだよな。気分が上がり調子の時は絡んできてだるい。来世で頑張れ。もう結婚どころか彼女も友人もできないし、仕事をやっても邪魔者扱いされるだけだ。簡単な資格でいいから取って、どこでもいいから一旦就職しよう。大学だと卒業時には40歳じゃん。職歴なし40歳は相当厳しいと思うよ。自営業とかどう？クレカ自由に作れないんでしょ？生ポになったのはホームレスになってから？前の家にあった本とかを住宅扶助で住めるようになった家に持っていくのは可能？中卒、高卒、大卒の求人見比べて目標を定めれば？フォークリフトの免許取れ。弁護士資格取ってワンチャン狙うとか？年収だけなら残業や過酷な仕事をすれば中落ちぐらいはニートでもすぐやけど、いい会社いい福利厚生で仕事もまともってのがむずすぎる。それならパン屋さんで働きたい。近所に老夫婦でやってるパン屋さんがあるんだけど、弟子入りも考えた。それより柔道整復師の方が現実的じゃね？接骨院やら整骨院やら骨継ぎやらって呼ばれているやつ。養成校3年通って国家試験受かる必要があるが、合格率はクソ高い。本来は捻挫や骨折を治すんだけど、それだけでは食っていけないから肩こりを急性の捻挫ってことにして設けている。保険マッサージや揶揄されることも。
整体は無資格でもやれるから、安全性も保証されていないし保険適用でもない。まあ、取得にあたって柔道の履修が必須だから、そういうのが嫌ならダメだが。生ポもらえてるならいいんじゃない？俺は健康で大卒だからって理由で拒否されたぞ。健康だろうが大卒だろうが仕事はないのに。パン屋って朝3時起きで12時間労働とかだぞ。まずはワイと友達になる。パン屋って一番ブラックやぞ。老夫婦2人で人も雇えないくらい儲からない。俺は生ポより社会とのつながりの方が重要だと感じた。うつ病通院中の中卒職歴なしの35生ポなんかもうまともなところは取らんよ。この後に及んで資格を取ろうかと思うとかのたまわってるけど資格なんか今までいくらでも勉強して取れたのに取ってないじゃん。所詮お前はその程度のやつだから無理だよ。万が一採用されたとしてもブラックだし絶対にメンタル崩して続かない。メンヘラ引きこもりが社会でやっていくのは無理。じゃあ B 型作業所でも行けば？大体工賃月額1万円なら就労所得の控除で丸々もらえるし、小丸社同士交流しろって価値観を押し付けられるし。独身彼女なし？マジかよ。時間は朝方の生活だからパン屋が早起きなのは大丈夫。パンが売れ残った時のショックの方がでかいかも。残ったパンってどうなるんだろうね。手帳取ってが丸字の集まるところに遊びに行きなよ。要するに居場所が欲しいだけなんだからそこがお前の居場所だよ。働くのは無理だから。が丸字の集まるところでままごとやってラージャー騒いで遊ぶのも一種の社会との接点だから。老夫婦は週3営業で趣味でやってる感じなんだよね。あと聖火学校の教師もやってたって。35なんてガキなんだからもっかい高校行けよ。卒業するときには38になるけどそれってどうなの。ボロクソ言われてかわいそう。実際できる仕事限られてるしそこで頑張るしかないのでは。ゆるくやるならビル面とか。まずは適当な派遣とかやってみたら。おすすめは IT 系だからフォークリフト免許取れよ。4日で取れるから。40前だからまだまだ人生設計明るいだぞ。世の中舐めすぎ。自分のことを知らなすぎる。多分知的小丸か八田署だからちゃんと検査受けてきな。俺の知ってる八田署もよく行く書店で近所の奥さんが前にバイトしてたからって。募集もしてない上に嫌われてる自覚もなく、雇ってもらえないかと言って間に合ってますと断られたとかで、ブチ切れでその書店もう行かない、とか言ってて呆れたわ。雇ってもらえるわけねえだろてめえみてえのが。しかも募集してねえんだってってと突っ込みどころ満載だったやつに酷似している。ボランティアでもしたら？ IT はさすがに無理だろ。よくてバイト派遣だと思うよ。大学通う金あるなら生活費として取っておいた方がよくね。とにかく体力を引き換えにして稼ぐ仕事をするしかないんじゃね。まあ、資格取るのが一番だろうな。看護師取って介護施設就職狙え。現場仕事か介護がいいとこだろ。学校や資格とか夢見てんじゃねえよ。その年でアホじゃねえの。働けや。あとバイト掛け持ちだな。マジレスするとホテル住み込みとか。意外と介護も稼げる。5年前ぐらいは底辺の象徴のような扱いだったが、今は処遇改善でかなり出るし、看護師の9割ぐらいの給料は出る。看護師と違って男性比率も3割ぐらい入るからそこまで女社会でもない。管理職になれば年収600から700ぐらいはある。介護ってよくある介護なぎで探すと発給だぞ。資格なしだし、女多いところだからなきつい。現場仕事や介護なめんじゃねえぞ。ゴミ人間は雇ってもらえない。俺は介護施設40社落ちた。バイトと派遣も視野に入れろよ。かわいそうだな。自分の悪いところ見つけて頑張って直そうぜ。顔、雰囲気、オーラ。存在感が薄いくせにふとした瞬間に強烈な不快さを伴う存在感を放つところをさっさと直せ。まず現実的なことから始めろ。いきなり目標高く設定しても結局何もできない。主治医とケースワーカーに就業意欲を伝える。サポートしてくれる。今まで何してたんだ？ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は、久しぶりに帰ったら家族が他人になっていたという。ニートのエッチの話を紹介するよ。ニートは46歳。久しぶりに日本に帰ったら家族が他人になっていた。海外でニートして帰ってきたら家族がいなくなってたんやが、どういうことなんや、これ。海外でニートというパワーワード。それな、どういうことなんだよ。そのままなんだよ。海外に親戚が住んでてさ、就職する気がなくて、語学留学とかごまかしてしばらく世話になってた。だけど、最近、いとこが結婚するとかでそろそろ日本に帰ってくれって言われたんだよ。語学留学、ニート。よくそんな奴を受け入れたな。まあニートとはいえ、家事手伝い的なことはしてた。それもあって、なんとか今まで暮らせてたけど、帰ってくれって言われて日本に戻ったんだ。そしたら実家はあるけど、家族が他人になってた。その家族が他人っていう意味がいまいちわからないんだが。だよな、他人のふりをされたってこと？家はそのままあったんやけどさ、
住んでるのが別の家族で、インターホンを押して出てきた人にあれ？って顔をされた。親とは数年前までやり取りしてたけど引っ越したなんて話は聞いてない。親戚一致をもう帰らせる、親じゃ逃げようこれでね。つまり戸建てを売って、親がいなくなってたってことか？多分そういうことだと思う。インターホンを押しても全然出てこなくてしばらく待ってたんだけどさ。出てきたのが他人で、ワイも相手もびっくりや。しかも親の名前を伝えて行き先を聞いたんだけど、親の名前を相手が知らんかった。家を売ったのなら、親の名前くらいは知ってそうだけどな。マジか。どうなってんだ。それより海外ニートって部分が気になる。海外の方がいろいろ適当だからな。フリーターみたいなやつも多いし、ニートもオケだったんじゃね。海外に行くのを決めたのはお前？親が大学を卒業してからそろそろ働けオーラを出してた。外大出身だし、留学するやで、で海外に逃げたんや。海外でのニート生活はそれなりに楽しかったぞ。飯も日本ほど用意が面倒じゃないし。まあ味は察しやけどな。で、今からどうするんだ？これからの垂れるのか？大卒で留学ってもう20年近く経ってない？そりゃ親も逃げるわ。だよな。そもそも親も結構な年齢じゃね？もしかすると。勝手に親を丸すな。そういえば親の年齢とかあまり考えてなかったな。Y が46ってことは母親が71で、父親が75か。平均寿命的なところを考えるとまだ生きてると思うけどな。冷静に分析してる場合かよ。住む場所がないんやぞ。親が施設に入ったとか、片方が丸んでる可能性もあると思うな。そこまで家を開けておいて、急に帰宅はないわ。帰る前に親に連絡はしたのか？2ヶ月前に、そろそろ帰るわって連絡を入れてる。まあ返事はなかったけど、今までも時々、返事がないこともあったしな。っていうか1年前はやりとりがあったし、丸んでるとかないやろ。2ヶ月もあれば逃げるには十分だってわかる？ああ、これは逃げたな。さよならイッチ。もう生ポしかなくね。家もないなら生ポ余裕やろ。海外生活エンジョイしたやつがこれから生ポとか腹立つから丸ね。今までずっと海外にいたし生ポとかよくわからんのだが、親の年金があるだろうし、持ち家もある。それで生活できると思ってたんだけどな。なんか考えてたのと違うわ。親戚の件もそうだけどとことん規制する気なのがやばい。それは今思った。ニート適性はありそうだけどな。家に戻ってからも家事手伝いでおけって思ってたのか？まあ、もう46だしな。20代の時と違って、今さら親も働かせようとしないだろうと思った。諦めそうな年齢だろ、実際に。英語とか語学がそれなりにできるなら帰国子女として働けないのか。でもこんな性格の社会人未経験のやつとか地雷だろ。英語で会話することはできるけど、それで働きたいとも思えないんだよな。それより親の行方なんやが。どうやったら探せるかな。市役所行けばいいのか。それくらいは自分で調べろよ。お前が持ってるそのスマホはおもちゃか。この調子だと生ポの受給方法もわからずにさまよいそう。海外と違って外歩いてても物騒じゃないしいいんじゃね。確かに無駄に生命力だけ高そう。今日が日曜だから、ひとまず明日に市役所に行ってくる。住民票取れば親がどこにいるかわかるやろ。マジで他人が住んでたのにはビビった。表札が出てなかったから、誰が住んでるとかもわからなかったし。親もいつまでもいるってわけじゃないからな。ちゃんと親とやり取りしてから日本に帰国しろよ。ああ、そのまま海外を放浪してて欲しかった。英語できるのにもったいないな。英語ができることに幻想を抱いてるやつが多すぎて草。だよな。英語できるだけで就職できるわけじゃない。それはワイもわかってるし、とにかく働きたくない。ここまで働かずに来たのに今更だろ。じゃあの垂れ丸ねよ。それでいいだろ。前からこんな性格だったのなら、そりゃ親も逃げたくなるよなって思った。捨てられててくさ。誰かこいつを海外に送り返してくれ。外国の親戚も嫌だろ。役所の人たちも迷惑するんだろうな。まあでも親が逃げられてよかったんじゃね。もう一度、どこかに旅に出ろよ。クソだな、こいつ。